それでは参ります。皆さん、こんにちは。あなたも出版紙チャンネルナビゲーターの永峰正樹と申します。よろしくお願いいたします。はい。本日ですね。本日はこちらのお話をいたします。はい。気をつけましょう。自己矛盾。このテーマでお送りしたいと思います。自己矛盾っていうのはですね、要は自分が言ってることとやってること、ね、こちらがちょっと違うよねっていう。例えばですね、例えば路上を歩いていてですね、向こう側から薄暗いオーラをまとったですね、メガネもちょっと曇ったような、そして髪の毛ボサボサでですね、髭も生えたような、そういう人がだんだん近づいてきて、はい。怪しい人は見かけませんでしたかっていうふうにされたら、どう思いますかね、お前だよっていうふうにですね、突っ込みたくなる方がいらっしゃいますよね。気をつけましょう、自己矛盾と言いますかですね。まあ、これ自己矛盾とちょっと違うんですけども、ちょっと突っ込みたくなると、お前ら怪しいのはというふうに言いたくなるような。はい。ただ、自己矛盾というのはですね、まあ、出版とかでですね、やっていてもですね、自己矛盾がちょっと生じていると、ブランディングとかですね、そういったブランドアップというよりは、笑いの対象になっちゃうということで、非常に気をつけていただきたいというふうに思うんですけれども、それはなかなか自分では気づきにくい弱点、欠点があるんですね。人から言われて、人から見て、それってっていうふうに指摘をされて初めて、あっと気づく、気がつくとね、いうことがある。例えばですね、はい、こちら、集客セミナーの会場に来ているのが自分一人という、この不安、集客の方法を教えているはずなのに、俺しかいないという、このね、不安感ね、集客の方法を教えているはずなのに、集客できていないという、この自己矛盾。これはかなり不安ですよね。この大丈夫かなっていう、大丈夫じゃないんですけどね。こういうことをね、実力がないのを隠してですね、嘘やハッタリをかましてですね、騙す人もいるかもしれない。この集客セミナー、まずいな、この集客コンサルはまずいなというのはですね、見てわかりやすいのでまだいいんですけどもね。婚活コンサルタントが未婚独身。これはちょっとまずいですよね。まあ、ただ確かにね、まあ、いろいろ経験してて、未婚独身でもですね、人徳とかそういうのがあってですね、人気があって実力が、ね、ちゃんとあると、実績、ちゃんと、婚活を成功させた実績があると、まあ、自分をさせておいてですね、自分を犠牲にしてですね、ちゃんと婚活を成功させた、そういう実績があるとまだいいんですけどもね、やっぱりこのプロフィールはちょっと不安に立てますよね、クライアントを。ちょっとこの自己矛盾が生じている恐れがあるということですよね。あるいは、はい、ユーモアを持とうと呼びかけている文章が面白くないという、これ致命的ですよね。ユーモアを持とうというふうに言っているその文章がつまんないという、これはちょっとまずいなと。このユーモアという言葉を使うこと自体がリスクがあるんですよね。ハードルを上げている自分でこういうことを平気で言える人はそのリスクに気づいてないんですよね。ユーモアを持とうというふうに言っている文章がつまんないというこの自己矛盾。自己矛盾とは何かということなんですけれども、はい、言っていることとやっていることが違う、はい、そして自分のことは棚に上げるスタイル、この両者、この、片方か、あるいは両方を出している、こういう場合が自己矛盾ということでですね、ちょっとせっかく出版を果たしてもですね、信頼感がちょっと弱まってます。だいぶ信頼感が削られていくということで、ブランディング、ブランドアップになりにくいですよね、せっかく出版しても。あるいは、ですからですね、この言っていること、やっていること、このギャップを埋めていく努力、言うのは簡単なんですよね、やっぱね、言うのは簡単なんですけど、行動にちゃんと起こして、行動に起こして、ちゃんとそれらの結果が合っているかどうか、これが問われるわけでございます。言っていること、表面的に、あるいは見た目ね、とやっていること、行動、これを埋めていく、ギャップがあれば、埋めていく努力、これが出版に近づいていく、そういう道、近道になっていくということでございます。だから分かりやすいですよね、まず。はい、特に初めての方はですね、やってる実績、つまりプロフィールが見られますからね、特に。この人、プロフィールが弱いねということを言われたら、実は終わりなんですよね。それは、出版企画がですね、会議、でもやっぱり、そういう営業担当の方とかですね、あるいは
社長さんとか、やっぱり突っ込んでくるのはそこですからね。この人はどう、何やってんのっていう、何ができんのとかですね、言ってることは立派だけども、実際どうなのっていう、そこを突っ込まれるわけですから、やっぱりね、どっちみち。編集じゃない、編集は OK でもね、会議で突っ込まれるんで、やっぱりそこのプロフィールの強化ですね。それが大事になるわけであります。だから自己矛盾を解消しようとする努力。これがプロフィールの強化につながり、ひいては出版力の向上。ここにつながっていくということでございます。まあ、自己矛盾ってやっぱりね、何をしても、どうしてもね、生じてしまうものであります。多少は。でもその多少は、自己矛盾もちゃんと解消していこうという、そういう努力が必要。まあ、私の話になりますけれども、私もですね、出版のコンサルタントをやるためにですね、本は10冊出してからにしようということを決意して、まあ、実際に10冊出版してからですね、この出版コンサルタントを名乗るようになったと。まあ、自己矛盾を解消しようと、本を出した人というふうに、その実績は作ってからコンサルタントを名乗るということで、自己矛盾は一応解消しようとしたんですけれども、まあ、それでもですね、それだけではなかなか、お客さんといいますか、出版をした人はなかなか出会えなかったということで、一旦はですね、新規募集を解消したという経緯がございます。で、今回ですね、また4年ぶりにですね、新規募集再開となりまして、まあ、その場合はですね、こういう、このようにですね、私が出版を支援できるという、そういう知識なりですね、そういった経験なりを披露してですね、あるいは人柄もなんとか見てもらうと。でこいつ、まあ、合うかな、合わないかなっていうのはですね、一応動画だとですね、わかりやすいと、文章よりもですね。ということで、このようなで動画配信ですね、を続けておりますということでございました。はい、では、お便りを見てまいりましょう。お便り。あ、見てます。ありがとうございます。かねさん、お前だよ。そうですね。お前だよ。彼がプロフィール四天王の中でもあいつは最弱。あ、これなんか漫画のネタですかね。ありがとうございます。だからプロフィールはやっぱりですね、弱いと、だから立派な学歴とか職歴とあってもですね、実績が、その肩書きに伴う実績が足りなければなかなか出版には至りにくいということで、いろんなですね、その企画のですね、斬新さ、切り口は立派でも、やっぱりプロフィールが弱いと。なかなか通りにくいということなんでですね、まずは頑張ると、実績を作るために頑張るというところも視野に入れて出版努力をしてまいりましょう。はい、それでは本日は以上でございます。YouTube をご覧の方はチャンネル登録お願いします。また概要欄にですね、出版を目指す方に有用なですね、URL、無料体験講座のリンクを貼っておりますのでご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。